橋健太は昨日の試合で左の膝を痛めています。ダブルでのカバーに入ってカウンター2。さあそして関節を痛めつけていきます。徐々に全世界タッグのこの2人に流れが移ってきているようですが、あーとウルフも肩を組みつけていきます。トンピング10分経過しました。30分一本勝負のタッグマッチ、全世界タッグ王者のジョニー・スミス小橋健太組対現アジアタッグ王者のジョニー・スミスウルフ・ホークフィールド組。小橋が投げる、大きい進化を見せました。もう一発、これは効いてるぞ。さあそしてカード落とし、カバーに入る。いや馬場さん、小橋がカード落とし見せましたね。そうですね、まあ、この頃得意にしてますよね。あの1月23日の馬場さんの還暦の記念試合では小林選手とも組んだわけですけれども、このあたり小林選手の成長というのを肌で感じられたんじゃないですか。いやまあね、あのやっぱり対戦してみてね、もう本当に強敵ですよ。ですから僕なんかはもう種をやられないようにそれだけのことを考えているだけですからね。それだけ小林選手が力をつけてきたと、そうですね、いうことですね。さあコーナーに頭を突きつけられましたスミス、エースに変わります。エースが首根っこをこの、掴んで、そしてエルボーを落としていく。後頭部へ一発エルボー、これから踏みつけていきます。1回戦ストマックのあたりを踏みつけていきます。共に32歳のジョニーエースとジョニースミス、スミスが下になっています。2位を落としていく。ウルフが吠える。あ、首のあたりが真っ赤になっています。ジョニースミス現在のアジアタックの王者です。ジョニー・スミス、逆水平パチンという音が大阪府立体育会館に響きます。おっとラリエットかわす。さあ首を掴んでエルボー、ニュートラルコーナーに振った。さあラリアット強烈です。前にかがります。ああ、そして得意の形に持っていくことができるか。おっとかわした、かわして逆に後ろを取る。おお、そしてスミスがカード落とし。スミスが身長差では14センチも差があるエースを落としていきました。そしてウルフにタッチ、ウルフはトップロープからダイビングアタック。小橋のラリアットでかわしてラリアット。おお、今日の大阪のお客さんは非常にノリがいい。ウルフのコールに応えます。おっとエースパス、エルボーからバーッと、これではカウント取れません。エクスプロイダーの対戦になりましたが、さあウルフニュートラルコーナーに振ります。ここからとロープを使ってのダブルキック、後ろへラヤット、そのままバックドロップ、後頭部を打ちました。ここまで徐々にゲットの方にこの小橋エース組に流れが移っているんじゃないですか。そうですね、はい、しかしウルフも反撃します、ね、はい、ウルフ、スミス組に比べればまだあのキャリアが長いですからね、小橋エース組の方がね、はい、ラリアットかわす。お、展開し戻していった。カウントはカウント2、カウント2、エースがマットを届きます。ウルフだって力技でもいいものをいっぱい持ってるんですよね。スタイルキック、ラリアット一発で倒した。エースを一発で、そして後ろ取る、後ろ取る、ハーフネルソンスーブレックスいくか、逆に後ろ取ってジャーマンスーブレックス、カウント2、カウント2。小橋のまだラリアット出ていない状態でカウント 2.9。さあウルフ力技トップロープへ登ったぞ。さあダイビングボディープレス、スミスも待っている、スミスもダイビング、エルボードロップ、カウントは2つ、カウント2。エースがカバーにフォローに入りました。そのエースがリングの下に落ちます。ウルフが追っていく。リングの中では、あ、リングの外、エースとウルフがやり合っています。さあリングの中では小橋、高い
大技が連発します。大技が流れます。さすがコンビを組んでの一律の超はあります。全シリーズからコンビを組んだジョニー・スミス・ウルフ・ホークフィールド組とは違います。昨日まで1月25日まで世界タッグの王者でした。さあトップロープからジョニー・エース・スミスが立ち上がったのを待ってダイビングダリアット。ウルフを落とす。カバーに入った。片指カウント2。カウント2が動くか。15分を経過しました。新春ジャイアントシリーズ最終戦、ジョニー・エース・小橋健太対ウルフ・ホークフィールド・ジョニー・スミスの30分一本勝負。コーナーからキック、ラリアット2発、3発、4発。さあ小橋のエプロンサイドに戻っています。エースがスミスを3人体制持っていこうというところ、ウルフがそこへ入っていきます。さあウルフが抱える。そのままあーっとギロチンです。このあたりはスミスとウルフのコンビネーションも少し強くなってきてますね。バオさん、そうですね。エースがうつ伏せになってリング中央、エースが立ち上がります。そしてスミスは青コーナーで待つウルフの元へ。さあウルフにタッチ。エースフラフラ。エルボー3発。ハイキック。ネックブリーカー決まりました。さあそして赤コーナーでは小橋健太が待ちます。その距離2メートル、1メートルタッチ。小橋が入った。さあ突っ込んでジャンピングに背中へ。さらにジャブン、スープレックス、ハーフメルトン、スープレックス、ハーフメルトンカバーに入る。起こして仰向け、スミスが入ります。おっとスミスはエースからリング下に落とされた。さあ小橋とエースの合体技、カーボンとエースクラッシャー、バックドロップとエースクラッシャーの合体技。カウントはカウントフルでパス、カウントフルで返す。そしてさあ後進の力を込めて右腕が埋まります。無冠でもこのラリアット、一発片指で押さえた。カウント3。最後はラリアット、渾身の力を込めたラリアット。今年最初の世界タッグ選手権試合、試合時間は25分を超えています。川田の眼球落とし、ジョニーエースにお見舞いしました。現在チャンピオンの小橋エース組、これが初防衛戦ですが、終始をしているのはチャレンジャーチーム、そして川田田上組であります。横浜文化体育館、小橋がエプロンサイドで捕まっている。その段階フリーホール、のど輪落としを受けてしまうと危ない。そののど輪落とし、場外に放っていきました。田上チャンピオンピンチ、小橋健太完全に場外でグロッキー、仰向けにダウンしています。このエプロンサイドからの断崖のロア落とし、小橋の表情を見てもほとんど意識はありません。チャレンジャーチーム田上、そして川田、押しに押しています。去年の世界最強タッグ決定リーグ戦では川田田上組2連覇を達成いたしました。去年の10月、おっとカバーに入った。小橋返せるか。おっと返しました。カウンター2。世界タッグチャンピオンとして臨んだ世界最強タッグ決定リーグ戦、優勝戦に進むこともできませんでした。小橋エース、98年最初の世界タッグ選手権試合初防衛戦、非常に苦しい立場に追い込まれています。さあまたのど輪落としの体勢だ。エプロンサイド、これは小橋なんとか意識朦朧ながら、おーっと危ない、なんとかロープにつながりました。あー喉落とし、もう一回カバー、カウントは
エースのカットです。ハイキック、そしてラリアット、エースを投げ倒しました河原。場内からはチャレンジャーチーム河田、そして田上組に声援が飛びます。しかしチャンピオン小橋、あーっとダブルのハイキック、串出し式。小橋が前のめりに倒れていきます。起き上がれません小橋。さあ合体攻撃、パワーボムと喉輪落としか、チャレンジャーチームの合体攻撃。さあただエースカットです。障害から戻ってきましたエース、去年のスーパーパワーシリーズで、おっとコブラクラッチスープレックスに入ろうというところ、エースが捕まった。これは投げ倒す、しかしハイキック、これも捉えた、エルボーだ。そして今度はキック、あー顔面蹴り、そしてのど輪落としはサウスポー。ジョニーエースの孤軍奮闘も及びません。試合時間30分を超えました。30分を超える死闘です。今年最初の世界タッグ選手権試合、小橋エース組の初防衛戦、川田田上がこの防衛戦をチャンピオンを倒してタイトルを取りますと、史上初の5度目の体感になります。のど輪落とし一発、おっともう一発か、小橋これを耐えます。手先のチョップ、あーしかし川田が入ってきた、チョップで対抗するエルボー、しかし危ない、背後から田上が迫る、ジャーマンスープレックスホールド。小橋が投げられました。エースがなんとか小橋をサポートしますが、しかしこれも田上が桁をしています。さあ最後は田上がジャンピングパワーボムを持ってくるか、とどめを刺すか、田上上がった、ジャンピングパワーボム、小橋返しました。しかし劣勢は変わりません。小橋チャンピオンチーム危うし。さあ田上、青コーナーのトップから巨漢田上が飛んできます。小橋朦朧とした意識の中で立ち上がる、そしてトップには田上、田上どうする、ジャンピングキック、新チャンピオン誕生か、新チャンピオン誕生、チャンピオンチーム初防衛失敗、第35代世界タッグチャンピオン誕生です。馬場翔平、ジャイアント馬場が還暦を迎えました。1998年1月23日ジャイアント馬場めでたく60歳の誕生日、メモリアルファイト還暦宣言特別試合です。東京後楽園ホール、馬場三沢モスマン対川田小橋淵のシックスメンタッグマッチです。先発はもちろんジャイアント馬場、そして小橋健太、小橋の逆水平を呼んでいます。全日本プロレスの、いや日本プロレス界の宝、ジャイアント馬場です。今日はシックスメンタッグマッチメインイベントでの登場。ペロッと親指をなべましたジャイアント馬場、逆追、おっとこれを読んで猛犬から掛け割り、もう一発だ、2連発ジャイアント馬場、60にして今なお元気、豪快なところを見せました。小橋の攻撃を完全に読んでいます。小橋も若かりし頃、ジャイアント馬場の付き人につきました、指定コンビであります。お、ジャイアント馬場、左手を出して、そして右手を出して、お、小橋健太に力比べを挑みます。60歳のジャイアント馬場、そ
そして小橋健太は30歳、今年の3月で31歳になります。自分の息子ほどにも年齢が離れている小橋健太と完全と力比べを挑みます、ジャイアント馬場。ああ、場内からは馬場コールです。そしてこの馬場コール、後押しされてジャイアント馬場、何とも言えない絵も言われぬ表情であります。生涯一現役レスラーを貫き通すジャイアント馬場、小橋健太をねじ伏せます。これが世界の巨人です。さあ、しかしトップコンテンダー小橋健太も力が入ります。二の腕、そして肩甲骨から僧帽筋、大胸筋も総動員してのジャイアント馬場との力比べ。おっと、馬場が膝をつきました。還暦馬場膝をつきました。しかしどことなく若手レスラーの成長に嬉しそうなジャイアント馬場、今度は胸をつけました。大きな声が出ます、小橋健太。ジャイアント馬場還暦特別試合に向けて、この小橋健太にも力が入ります。逆兵チョップ、おお、この馬場社長の表情、そして馬場社長が小橋を振って逆水平チョップ、小橋にも気合が入りました。逆水平には逆水平、お、社長も気合が入ります。社長嬉しい、社長嬉しそうだ。もっと打て小橋、馬場も打つ、そしてラシアンスイープ、河津掛けであります。さあ、ジャイアント馬場に川田が詰まっていきます。もう馬場の胸元は真っ赤に腫れ上がっています。今日は小橋健太の逆水平チョップもよく受けました。しかし川田には耳そぎチョップから、おお、もう一発耳そぎチョップであります。そしておっと、馬場は三沢にスイッチ。三冠王者の肘鉄砲、川田を見舞います。ジャイアント馬場から三冠チャンピオン三沢へのタッチ、エルボーで攻めまくったところ、今度はハイキック、三沢もエルボー、テイクダウンしました。川田、そして三沢からジャイアント馬場社長、完全にロープの外には下がっていませんでした。社長です。赤コーナーから満を持しての登場は耳そぎチョップから入ります。そして今度はこめかみに逆水平チョップ、それにしても馬場社長の胸元赤いですね。今日は赤いちゃんちゃんこが60歳の還暦には贈られますが、ジャイアント馬場にとってはこれは史上最高のプレゼントであります。真っ赤に胸元が腫れ上がっているジャイアント馬場、それは朱色のショートタイツにも似ております。さあ、小橋が入ってきました。お、相手を入れ替えて、相手からロープに振って、さあどうする。お、ジャイアントコブラツイスト、小橋を捉えます。お、小橋この腕を外して、もしかしてこれはローリングクレイドル、回る回る還暦だ。まさに小読みも回った、ジャイアント馬場も回りました。ローリングクレイドル、社長をカバーしたカウントは2、還暦祝い小橋健太、社長ローリングクレイドル、回転ユリースがために捉えました。しかしこれは社長やっぱり返しています。エトが5回も回りました。60歳です。さあ、今度はブレインバスターの体勢、社長を投げるか、2m9cm、 135kg、 これは永遠の数字であります。小橋力が入る、上がるか、ジャイアント馬場を回し続けます、小橋。そして今度はギロチンドロップから川田のニードロップ、顔面ヒット、ギロチンドロップ、そしてもう一回ニードロップ、場内からはブーイング。しかし川田、いつものファイトといささかも変わりはありません。いくら社長が還暦だからといっても手を緩めません。ババコール、ババコール、カバーに入った川田、一発。何しても川田のニードロップ、
完全に社長の顔の正面から落としていきました。いいことをします。相手は社長です。60歳を迎えてもこの全日本プロレスのトップレスラーたちと激しいファイトを演じます。顔面キック、おっと心なしか恍惚の表情だ。ジャイアントババこの60歳にしてトップレスラーたちと戦える喜びを全身で今感じているに違いありません。ジャイアント DDT 大きな拍手です。そして仰向けに倒れている社長からタッチを受けました三沢。フライングラリアットカウンターです。カバーカウントは2、いや1つ。さあもう試合時間は25分を超えています。ジャイアント馬場還暦宣言特別試合、口を振ったマウナケアモスマン、世界ジュニアヘビー級チャンピオンであります。網打ち式原爆固め、完全なホールド、人間強だがカウントは2。お、そしてマウナケアモスマンからジャイアント馬場へのスイッチ、ココナッツクラッシュ、場内が沸きます。全日本プロレス練習生第1号口正信をココナッツクラッシュにとって、そして今度は逆水平チョップ、一つ一つの技に重みを感じます。そして今度は何かジャイアントキッチンシンクだ。60歳を超えて今なお元気なジャイアント馬場、先日はあの名勝負を演じましたボボブラジルも亡くなりました。数々のレスラーが亡くなっていく中でジャイアント馬場、今なおこの四角いリングで元気なファイト。ラリアット、ジャイアントラリアット、小橋健太に命中。そして三沢も入ってきた、川田が入ってくるが、さあ三沢は小橋を捉えている。モスマンが入ってきた、川田を捉えて、モスマンと川田、三沢もカットに入ってきた。試合の権利があるのは土とジャイアント馬場ですが、さあ川田をモスマンと三沢が捉えてダブルのドロップキック、川田ダウンです。さあ土が孤立しました。三沢とモスマンが土を振って、これは還暦祝いの16問挨拶代わりだ。そしてネックブリーカードロップ、本家本元ジャイアント馬場のネックブリーカードロップからカバー、カウント3。ジャイアント馬場自らを還暦祝いいたしました。そうですね、子供の時にね、60歳いったらね、年齢だなと思って、自分がなっていたらね、今度は本家がいいんじゃないか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。